にょ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 、ブロッコリーにょ。了解。エルシオールの現在位置はここだ。我々と同じくファーゴを脱出した友軍から共同でエオニア軍の迎撃に当たるとの連絡があった。この巡洋艦と戦艦が共に戦ってくれる。味方もいるんですね。心強いです。だが安心してもいられないぞ。この中域にはファーゴを脱出した民間の客船がいる。はい、私たちで守ります。公船圏内にいる敵は大型戦闘母艦。装甲ミサイル艦。高速突撃艦。そして詳細不明の新型戦闘機が5機だ。あんなの補強脅しに決まってるわ。紋章機はロストテクノロジーの結晶よ。形だけ真似たところでどうせ中身はポンコツよ。そうとも言い切れませんわ。少なくとも速度だけなら紋章機とほぼ互角のようです。相手が何だろうと全部ぶっ倒すまでさ。もう一度作戦内容を確認するか。もちろんですわ。ご命令願います、タクトさん。了解。民間人の被害をこれ以上増やすわけにはいかない。客船が安全なところへ避難するまで守り抜くんだ。ただ敵の新型機には気をつけろ。一筋縄では行きそうにない。頼むぞみんな。了解ですわ。
あれ、さあ、しまった。次はどこに当ててほしい？当たったか。攻撃、新たな敵が現れました。攻撃、攻撃回避されたわ。結構やるわね。目標の中枢部に命中。はい、タクトさん、お任せください。回避した。よし、当たった。こちらも同じ燃焼器だ。やるな。忘れるな。当たんないな。今度は外さねえぞ。今度は途中でつまずいてるちゃんと踊りたいです。おにゃぐめ、効果的なジャメージは与えられました。燃焼器の再調整必要だし。はい、応戦のままに。直撃したよ。攻撃がこれほどとは。貴様までは撃沈される。もうだ。そう、また期待したか。今のをかわすなんて。こうでなくちゃな。了解ですわ。目標に到達いたしました。攻撃開始。あとは頼んだぞ。大当たりですわ。見てくださいました、タクトさん。目標を確認。一番機攻撃に移ります。今は順番に集中していければ。頑張りましょう、タクトさん。はい、応戦のままに。しまった、攻撃がかわされたよ。避けられた。動いちゃダメ。レーダーに反応あり。敵の増援です。敵を確認した。4番機攻撃を開始する。はい、タクトさん、お任せください。あれ、攻撃が外れちゃいました。機体が損傷してきたな。はい、
応戦のままに。目標を捉えたら船は十分に撃ち落としてあげるよ。これで引き上げるとしよう。はい、応戦のままに。あら危ない、回避逃しませんよ。お行きなさい、フライヤーたち。あら危ない、回避させていただきますわ。了解ですわ。2番機攻撃を始めるわ。次は外さないよ。猛暑期と言われていたのが気になります。いいじゃないのさ、こんなあたった。よし、次行こうよ。星エースにファーゴの被害が心配です。死ね、狙いはそれ。もう一度行ってくる。攻撃、外れました。はい、応戦のままに。しまった、狙いがそれだよ。箇所増加、まだ沈黙には遠いな。痛い、かわされたが、次は外さないよ。見えた、攻撃に移るわ。かわすか。都市エースのファーゴの被害が心配です。機体損傷、あれ攻撃が外れちゃいました。損傷増加、もう先に帰還する。二番機、攻撃を始めるわ。さっきからオイラばっかり狙われてないか。ああ、避けられた。動いちゃダメ。もう立て耐えるか。ここから先はオイラたちの仕事じゃない。了解ですわ、ペッパさん。目標、攻撃を回避。ありがとう。これで心置きなく戦えるわ。カープファイター、了解。無関係なファーゴの人々には攻撃するの許せません。了解。目標に到達いたしました。4番機、攻撃応急処置が完了した。大きく暴れしてくるよ。ハッピートリガー了解。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。了解です。あら危ない、回避させていただきますわ。はい、応戦のままに。大丈夫、集めたりですわ。大当たりですわ。見てくださいました、ペットさん。回避に成功しましたわ。私なら大丈夫です。目標、沈黙。王国軍の力を思い知ったか。まだ紋章機の調整が不十分なので、ここは引くとしよう。敵戦闘機交代していきます。これで勝った。だといいんだけど。状況の確認を急げ。
戦闘機を除く攻撃目標すべて沈黙。攻勢圏内に敵は残っていません。それがエルシオールの周辺でも敵が攻勢をやめて、この中域から急速に離脱を始めています。引き上げていくだろう。どういうことだ。この中域にいる客船を仕留められなかったから諦めて引き上げたのか。いや、それだけとは思えんが。司令、敵戦闘機から通信が。どうやらもうタイムリミットなようだ。僕たちはこれで失礼するよ。ああ、僕とマイハニー、愛し合う二人をまたしても引き裂くとは。運命はなんて残酷なんだ。泣かないでおくれミルフィ。別れが辛く寂しいが、アデュー。あたし泣いてなんかいないもん。今回もいい勝負だったぞ、我が友よ。お前と拳を交えたこの熱い瞬間を俺は決して忘れないぜ。私は2秒で忘れてやるわ。そちらが劣勢になった途端逃げるというわけですか。賢明な判断ですわね。逃げるだって。目を開けたまま寝言を言わないでもらいたいね。ここにいると巻き添えを食らうから交代するというだけさ。巻き添え？おい、何のことだ。もうじきわかる。黒き力がもたらす永遠の静寂、その目で見届けるが。そういうこと。まあ今回は紋章機の試運転だしな。この辺で勘弁しといてやるよ。いつもと同じパターン。マイヤーズ司令、追わなくていいんですか。すべての宇宙港が被弾し、艦船の発着ができなくなっていますが、その他の被害は軽微なようです。一体奴らの狙いは何だったのだ。これではただファーゴにいる者たちを足止めしたかっただけとしか思えん。奴らは気になることを言い残していけなかった。ここにいると巻き添えを食らうとかなんとか。前方より強力なエネルギー反動が接近中。今の攻撃の影響でレーダーもモニターも機能が著しく低下していて、おそらくあの巨大な黒い球体が放った攻撃がファーゴをかすめて、さらに惑星ロームを直撃したと。なんだと。ロームはどうなったんだ。ファーゴの人々は。周辺に集結していた友軍艦隊の少なくとも半数は何らかの被害を受けたと思われます。
民間人への被害は想像もできません。あの黒い球体、あのまがまがしい姿は。通信回復します。タクトさん、ファーゴが、都市衛星ファーゴが火を吹いてます。ファーゴの外壁のあちこちにひびが入って、そこからどんどん火の手が。ねえ、さっきまでこの辺りに小惑星なんてなかったわよね。これってもしかしてロームの宇宙港のエアロックが開きました。そこから船が。いえ、出てきたんじゃありません。押し流されてるんです。エアロックが壊れたんですわ。それってファーゴ内部のものが空気と一緒に放出されているってことですか？それじゃあ、あれは、あのたくさんの小さな、あれは何だって言うのよ。そんな。ハーベスター、救助に向かいます。まだ飛べるだけの力は残っています。およし、今から行っても外に吸い出された連中は多分もう。どうしよう、どうしたらいいの、何もできないの。私たちは守りきれなかったんですか、大勢の罪もない人々を。モニター回復します。前方、先ほどの攻撃を行った巨大な球体から何かが出てきます。エオニア軍の船です。じゃあ、あれは巨大な母艦みたいなものってこと？人工物なのか、あんなに巨大な物体が。何なんだ。あれはもしや。